マテガイは2枚がいつなマテガイ科の一種。鞘に収めたメテサに近い形状からこの名がついた。日本では東北以南の波の穏やかな内海の砂浜に見られる。特に西日本で多く、食用とされる。マテガイ状化に特徴的な細長い形の薄い殻を持ち、生害は10センチメートル程度になる。砂を掘り、数十センチメートルから1メートル程度の深さに住み、 プランクトンを食べるための水管を水中に出すこともある。石ガレーの稚魚など水管を好んで食べる魚もいる。また、同じマテガイ浄化のアゲマキガイと似ているため、誤認されることもある。マテガイは塩分濃度に敏感であり、急激な変化があると、巣穴から飛び出す性質を利用した漁法が一般的である。マテガイのいそうな砂地の表土を1センチメートル程度、書くと、 マテガイの巣穴が見える。マテガイの他にも、カニ類や、ゴカイ類も砂浜に巣穴を作るが、ややひし形をした穴が、マテガイの穴である。ここに塩を振り込んでしばらく待つと、マテガイが数センチメートルほど飛び出してくるので、それをしっかりと抑え、ゆっくりと抜き出す。急激に抜き出すと足が切れてしまうことがある。長崎県五島列島において、マテ掘りの熟練者は、 砂浜の表面をトンガでコツコツと叩くことでマテガイの巣穴を見分けすでに食した後のマテガイの殻をスプーンとして巣穴に塩を入れさらにマテガイが飛び出す速度に合わせて抜き出すことで素早く効率的に採取することができるまた叩いた反応がマテガイ以外の貝類であった場合は動画で書き出し採取する欧米でもレザークラムと呼ばれて 多くの砂浜で拒角され、食用に供される。マテガイの白ワインムシ独特の形であるが、癖はない。二枚貝らしくアサリ等に似て美味。また、その形状から大ぶりの実になりやすい一方、砂を吐かせるのは容易。また殻から取り出すのも容易。バケツに海水を汲んでその中に入れておけば帰る頃には、砂を吐き終わっているほどである。バター焼きや塩ゆで、 煮付きなどにして食べることができる。多くの国で食用に供される。北米では塩茹でにして溶かしたバターにつける。スペインで最も典型的な食べ方はニンニクとオリーブ油をかけて鉄板焼きにしたり中身を取り出して衣をつけてあげる。ありがとうございます。